まあ、そういったところでやっぱりメンタリティっていうところね、非常に大事になってくると思います。で、球際だったりとかセカンドボールとか、まあ、そういった一つ一つのその戦いね、そういったところにしっかりこだわりを持ってプレーしましょう。練習見るとね、絶対後ろは絶対タグだし、まあ、相手は有利しかったので、うちは昨日も夜、できたので、その全員で元気出してやっていきましょう。よし、よし。じゃあ何枚か撮りますね。こちらのカメラお願いします。はい、撮ります。暑さもありますけど、しっかりとまず最初からしっかり出し切って、まあ、暑いですけど交代選手もしっかりいるので 100% 出し切って出し切りましょう。はい、行くぞ。うはい、オライグーで、はい、ゴー。はい、翼行くよ、頼むよ。はいはい、えの、行こう、はい、行こう。はい、なる、行こう。はい、行かんだ。はい、行こう。夢が来てるよ。はい、じゃあ横入ってきます。はい、準備。前決めて。やり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 
だからまた後半の立ち上がりっていったところをしっかりね、もう一回本当に締めて入んないとまた同じこと繰り返しになるからね。また後半追いつくって大変だからね、次の1点目っていうのを自分たちがしっかり取るためにサッカーをやろう。 OK、 ネタネタ、ショーのとこ見とけよ、それショー。ただいまのゴールは背番号4番平石直選手のゴールです。引いてやれ、ここ引いてやれ、ここちゃった、あ、やばい、戻れ戻れ、11でいくよ、なるナイス、最後までよし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 よまあ、来週さらに朝早くて、早めくいとかね、まあ、朝集まって、アップその時点でもう一回、みんな空気変えてやっていきましょう。はい、レンダーしてくれ。はい、お疲れ様です。よしよし、まあ、日頃のトレーニングから、まあ、こういう入り、今日みたいな入りにならないように、全員がもっと、まあ、ぬるくなるじゃないけど、し
しっかり練習からプレッシャー行くところだったりとか切り替えやるところだったりとか、まあ、チーム全体としてもう一度、気引き締め直してやっていきましょう。 OK ですか？よし、終わります。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？この前、はい、デベロップ大和から途中とか出たり、はい、最近練習試合でも使われたりしてて、はい、今日一応公式戦の初スタメンということだったんですけど、まあ、はい、自分のコンディション不足で結構立ち上がりシーズン最初は、まあ、試合に絡めない状況で、まあ、その中で梅さんのプレーをよく見ろっていう風に永井さんから言われてたんで、まあ、見てたんですけど、まあ、あんまりやれてないところが多かったんで課題は多いですけど、まあ、勝ててチームとしては良かったかなと思います。これから7月4試合毎週あって、はい、これから第10節まで終えるようなスケジュールになってますから、はい、最後意気込みお願いします。まずは怪我をせずに自分は4連戦それで出たいっていうところと、チームとしても、まあ、全部勝って関東2部昇格を目指してるんで、まあ、その部分で一個一個のプレーだったり、まあ、チームの決まりごとだったりをしっかり守って、まあ、勝てればいいなというふうに思います。応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。先制される展開で苦しい展開だったと思うんですけど、はい、貴重な同点ゴールそして逆転ゴールを取ってどうでしたか？まあ、チームを勝たせるために来たんでその通りになってよかったです。なんか試合やってていつもよりきついなとか、まあ、暑いのも影響あってなんかそういうのは感じました？でも暑いのは暑いできつかったんですけど、まあ、相手も落ちてくると思ってたんで、まあ、その失点してもそんな焦らず、まあ、普通にいつも通りやれたかなって感じです。4月これから、4試合あります。意気込みお願いします。頑張ります。お疲れ様です。